炙りサーモンが食べたい。でもバーナー出すのは面倒くさい。調べたらフライパンで軽く焼くだけで炙り風にできるみたいなのでやってみます。タレ作ります。醤油大さじ2、酒大さじ1、みりん大さじ1、ごま油小さじ1。油を引かずに30秒ずつ焼いていきます。仕上げにマヨネーズとブラックペッパー、軽く焼きます。美味しそう。崩れやすいので気をつけて切ります。ああ、少し崩れてしまいました。一部ボロボロだけど気にしない気にしない。マヨネーズひいてから焼いた方がマヨの風味と焼き目しっかりつきそう。小ネギのせて完成。お披露目。カリカリ食べてたみたいです。フライパンで炙りサーモンマヨネーズ。うま。タレに漬け込んだ方が美味しいかも。